多様なライフスタイルで輝くキーパーソンたち、東北新潟のきらぼしパーソン、新潟県上越市吉川区、美しい棚田が広がる農村の片隅に、伝統工芸の亀田島を使ったブランドモンペ製作所のアトリエがある。今回のきらぼしパーソンは同ブランドを立ち上げた代表の赤木美奈子さんです。かつて一流ブランドのパタンナーとして活躍した後、新潟県に移住して米作りをスタート。服と米作りの兼業ライフを続ける魅力と理由に迫ります。4軒しかない村の大賀という集落に私は住んでまして、亀田島を使ってパンツを作るっていう本当にシンプルなあのブランドです。私がパタンナーという仕事をしているので、まずは採寸して、島を選んでもらって、基本的にオーダーメイド、フルオーダーメイドでものづくりをしています。パタンナーという仕事はデザイナーさんがいて、まあ、こういうデザインをしたいっていうものを 3D 化するっていう感じなので、まあ、お家を建てる時に設計図を描くように、実は洋服にも設計する人がいるっていう、その仕事が私が今やっているパタンナーっていう仕事ですね。世界のファッションに精通する赤木さんがどうして新潟の伝統工芸亀田島にこだわるのか。工芸品をまとうっていうテーマを持ってやっているので、私が東京から来て一番亀田島に惹かれたのは、やっぱりその雪国らしいというか、潔い島、そうですね、300年前からおられて1回戦後に亡くなったっていう、あの悲しいあの物語があるんですけど、また現代によみがえって、どういうふうに自分がこう大好きな亀田島を広めていけるかっていうので、やっぱり皆さん履くと、わあ足が長く見えるっていうのと、やっぱり肌触りもいいので、この工芸品を知ってもらうにはパンツっていうアイテムはやっぱり良かったんだなっていうふうにちょっと思っています。はい、あの人もね、バイタリティあるわ、すごい優しいし、私の子供です。頑張ってるね、本当頑張ってる、農家をしてるし、畑はしてるし、ね、パンツ作りもしてるし、すごい頑張り屋さんだわ。米農家として農作業もこなす彼女に兼業にこだわる理由を聞いてみました。で、農業も始めてみれば、あの挟掛けもそうですけど、やっぱりとてもクリエイティブなあの仕事だな、哲学的にも学ぶことも多いですし、晴れた日はもう本当に美しい景色ですね。あの人工の建造物が全くなくて、ずっと棚田が続いていて、春になって雪解けからもうキラキラした世界が、でそこの水の中に稲を植えて、秋には収穫してまた雪が降るっていう、こうパターンを引くってとてもあの地味な仕事なんですけど、ミシンに向かうとか、その合間になんか疲れちゃったなって言って、釜をあの背負って田んぼに行って、一汗かいて、でシャワー浴びてまた仕事する、本当に相乗効果はあると思うので、皆さんもやった方がいいんじゃないかって本当にね思ってるんですよね。業界の最先端を走っていた赤木さんが田舎に移住して手に入れた大切な価値観とは。ファッションがやりたくて、本当にこう最先端のものを見てあの暮らしてたんですけど、洋服を諦めるっていうふうに決めると、自分は今まで何してきたんだろうっていう、何も残らなかったっていうふうに自分で思っちゃった。それっていい意味で今は感じられていて、もうあの時にいろんな価値観を手放せた。そこから自分が本当に好きなものを今度取りに行こうっていう体制が作れたので、で最大のこうなんていうんですかね、喜びはやっぱ生きてるっていう感じ。雪豪雪地に住んでると命とこう隣り合わせみたいなこともあって、なんか命とかも含めてそういうことを身近にこう感じられる環境に自分がいるっていうことは、やっぱりこの土地に来たからかなっていうふうにちょっと思っていて。最後に赤木さんが考える持続可能な暮らしとものづくりについて聞いてみました。いいものを長く使うっていう、ただそれだけでいいと思っていて、自分はあの全てのものにおいて、着るものも食べるものも、こう安いものをこうたくさん持つっていうよりも、
自分が本当にいいなと思ったものを長く使う。すごい大事なものが壊れた時にもうその商品がない時代なんですよね。今新しい商品をどんどん作っていて、養豚をやっているお客様ですごく履きやすいからもう2本作ってほしいっていう電話とかで泣きそうになるぐらい嬉しかったり、大量生産はしないけれどもこのブランドをずっと長く続けることがこのブランドの価値なんだろうなっていうのを最近、思っています。